た。着付けはシャキッと。着付け大好き、山宮ひろ子です。こんにちは。今日はじゃらじゃーん、盾屋です。この盾屋、ごくごく普通のシンプルな盾屋を作ってみました。盾屋が苦手です。よく聞くお話です。私は盾屋大好きなんですが、まあシンプルなこの盾屋、一体サイズはどのぐらいなの？どことどこにポイントを置くといいの？そんなこと考察してみましょう。そしていろんな盾屋にチャレンジしてね。それではいっちゃうよ。まずでは皆さんがどうもうまくいかないんですという盾屋を結んでいってみましょう。いつものようにタレが上、手が下です。タレ元をしっかり広げてあげてください。三重仮紐はあらかじめかかっています。盾屋の場合はお背中にこのような形で斜めに羽が乗るということです。今回は特に難しい盾屋にはしないで、典型的な盾屋を作っていくということにしましょう。タレ先を1/3折って三重仮紐にすべてかけていきます。そしてお背中に預けます。残ったタレ、このタレが肩幅よりも少し広いぐらいは欲しいんです。この部分で盾屋の羽を作っていけるぐらい残して、タレ先を肩に預けてください。この時一体どのぐらいの羽をどんな風に作れば盾屋が美しくいくのか、その考察をしていきたいと思います。今こうして測ってみると51センチありました。ほぼほぼこのぐらいの長さを残しておくことが必要です。そして盾屋を左の肩から作っていきます。今回は小さい羽にせず、帯の幅をしっかり使った盾屋にしたいと思います。盾屋を裏箱ひだを作っていきます。この裏箱ひだをすべて、裏も箱ひだを作ってもいいですし、表面だけ裏箱ひだで拾っても、それは帯の長さによって構いません。で、一番手前にくぐらせてください。この時盾屋の羽が左の肩に乗るのは好ましいことですが、盾屋の羽が襟を突き抜けて乗ることのないように、これは注意点です。襟を突き抜けることがないように、私は襟に留めておきます。そして反対側の羽も作っていき、拾っていきます。本来盾屋なので、ここでクロス掛けをしなくてもよくて、もう一本の紐をこの下に預けてあげるだけでも、盾屋として特に困ることはありません。ただ裏側が垂れ先とつながっているために、裏側を安定させることができないので、今日はこちら側の羽を安定させるためにクロス掛けにしていきます。2本目をクロスになるようにしてかけます。そしてこれを左右同じように水平に置けば文庫になりますが、縦矢ということで、襟に半分羽をかけて、下の羽もなるべく羽の面がフラットになるようにして置いてみました。最初50センチあったものが、こうすることによって小さくなり、お嬢様の体型に合わせて大きさは作っていきますが、ここで測ってみます。だいたい45センチ程度が理想的な数字だと思います。花嫁さんになると48センチから50センチ近くあることもありますが、45センチぐらいの縦矢が振り袖の場合だったら理想的な縦矢だと思います。この羽は矢なわけですから、いる矢ですね、矢なわけですから、これが1本シャキンと通っているというのも大事です。途中でくねくね曲がっているような印象を受けないような羽、これも大事です。そしてこの縦矢の角度です。角度が皆さんなかなか難しいのではないでしょうか。本来もし矢盾を背負っていて矢がそこに刺さっているものだとしたら、これはだいぶ高くなっていないとパラパラっと矢も落ちてしまいますもんね。なのでかなり急になっていないとならないわけです。ただしやはりあまり急にするとそれは素敵じゃないので、背縫いのまっすぐ床に垂直の背縫いに対して45度の角度だと少し角度がありすぎです。この背縫いのまっすぐに対して60度ぐらいを目指すとちょうどいい縦矢になると思います。そこでこの角度に枕を置いて固定させたいわけです。その場合、タレをその後どういうふうに持ってくるかにもよりますが、縦矢の枕はこう置いて据え付けていくのが普通です。相生いなどの場合、亀甲を作っていくので丸く、もっとこう丸い形の枕を置いていくこともありますが、今回はいつも使っている薄っぺちい枕です。これがお太鼓の枕でも構わないと思います。大きいとこの部分も大きくなるということです。そうして枕を置いて、枕を置いて後ろから前に回しますが、この時羽を上がりすぎないようにセッティングし直して、前で枕を結んでください。でその後、枕を据え付けた後に角度ももう一度直して、急な角度になりすぎていないかどうか、60度ぐらいの優しい角度で据え付けるようにします。垂れ先を上に上げているので、この垂れ先が最後に降りてくれば縦矢の形はそれらしくなります。垂れ先を預けておき、手をさらに締めて、手で飾りの羽を作ります。飾りの羽はいろいろ考えていただいて別に構わないと思いますが、こうした時にお背中側の三重仮紐に乗せて、いらないところは中にしまってしまいましょう。帯揚げをかけなくてはいけませんから、帯揚げも場合によってはうんこよりもよく見えてしまう場合がありますから、帯揚げの脇の処理など、この部分ですね、こういったところの処理なども丁寧にやってあげる必要がありますね。最初に預けておいた垂れ先を下ろしてくるときに、この太鼓の部分の幅の3分の1のところが真ん中になればいいやって思ってあげると、正しい縦矢の形になります。そして矢に対して垂直に交わるように太鼓が据え付けられると、なお一層そういう感じがします。今はいろいろな縦矢の作り方を皆さんするし、私もしますので、これにこだわらないで楽しい縦矢を作ってあげればいいと思いますが、もし基本をというのであれば、そこを網羅しておくと間違いはないかもしれません。垂れ先で太鼓を作りました。基本の形に割と近い形の縦矢です。当初予定していたように、端っこから測ると48センチあります。45センチから48センチまでの間にするといいと思います。そしてピンと1本通っているようになっていること、飾りはいろいろやってもらってみていいんですが、真ん中の太鼓が降りてくる太鼓が3分の1のところ、これは長さ尺寸特に測る必要もないと思いますが、今はちょっと大きめに作っているので、この部分12センチあります。そしてこんな風に角度も45度よりはこの羽の角度ではなくて、この角度ですね。これに対して60度程度、60度程度の優しい角度でいいと思います。そしてここが3分の1、3分の1のところに来て、ずっと来るとまっすぐ降りてくると、こっちも3分の1ぐらいのところに、背縫いの真ん中から3分の1のところぐらいにあると美しいと思います。縦やなかなかバランスがっておっしゃる方が多いんですが、このようにして意識をして、あまり立てすぎない、60度ぐらい1本矢が通っている、そういうことを意識していくと、美しい縦矢の形になると思います。この縦矢、太鼓があまり上に上がりすぎてしまうと突き抜けてしまうので、この羽は襟肩あきについて、襟の幅より半分以上上にならないこと、左の肩、少しこちらから見ると覗けるぐらい出ていると素敵ですね。で、その際にこの裏が出てても大丈夫なような羽の作り方をしているといいです。どうでしょうか。縦矢難しいけど、皆さんチャレンジしてみてください。ご視聴ありがとうございました。インスタグラム、オンラインサロンではポイントごとにもっと詳しく解説、個人ズームレッスンなどでスキルアップ。直接会って学べる本気の着付け教室では、初心者さんも一から学べるコースをご用意。詳しくは概要欄をご覧ください。